はい、こんにちは。今日はね、3月22日の火曜日なんですけれども、とうとうね、このまだ終わらないな。このやっと終わった。このね、お使い今ね307個あるんですけれども、これをねとうとう受け取っていこうかなと思います。で、このお使いなんですけれども、なんでこんなに貯めたのかってところからですよね。まず本当は最初ね、デコピクミンにできるお使いを100個貯めてね、100連デコピクミンやってみたみたいな動画作ろうかなって思ったんですけれども、100個超えたあたりでね、急に受け取るのがめんどくさくなってしまって、これ撮影も大変だしな、受け取るのも面倒だしなと思って、ずっと放置してて、なんか理由があれば受け取りたいなって考えていたんですけれども、とうとうねこのねギフトのお使い300個超えてしまってね、でここまでね貯めてしまったらね、さすがにねちょっとねもうだるいなと思って、こんな一気に受け取ることはできないぞと思って、でもねこのお使いなんですけれども、とうとうね受け取ろうかなと思いました。っていうのも、お使いのバッジというものがありまして、最近実装されたバッジなんですけれども、これ今ね847まで来ました。でこのねメダルを金にするには、今のねこの保留してる307個のお使いをね全て出して、一気にデコピクミン作れば余裕でね、この次のランクのメダルまでね到達できるのではないかって思って、だからデコピクミンを作って、このお使いバッジをね次のランクに上げようかなと思います。いや見てくださいよ、このてかこの絵面がまずすごいですよね。これ信じられない。これ全部お台場ですよ。全部お台場で、で本当に、で僕がよく行く銀座とか、この辺の大手町あたり、この辺もねもうすごいことになってて、あとね僕が趣味でよく行く秋葉原とかもとんでもないことになってるな。これ上野もまあすごいですね。まあ、全体で見たらね、東京だったらこんな感じにお使い数になります。でこれで終わりじゃないんですよ。大阪に行った時のお使いもこんな風にね、まあ結構受け取ったんですけど、まだね結構ちらほら残っていて、ほら空港のピクミンとかもね、まだ空港の飛行機ピクミンにできていないものもいますし、で神戸ですね、これは。で極めつけはもう北海道ですよ。これまだ動画にできてないんですけど、大空町って場所に行った時のデコピクミンですね。このねデコピクミンもね、なるべくもう受け取っていこうかなと思って、本当は理想はねもう先に動画を作ってからこれを作るのがいいんですけども、まあそんなこと考えてられないぞと思って、であとはその知床ですね、知床自然公園、ウトロからね自然公園まで行った時のお使いですね。これもね動画にしてるんですけど、まだねちょっと出すタイミングがなかなかなくて、だから何のイベントもない時にこういうね動画を出していこうかなと考えております。であとは釧路湿原行った時のものがちょっとだけ残ってますね。それでは早速ねこちら受け取っていきましょうか。お台場のものから受け取っていこうかな。あのあとねお台場にねいるデコピクミンのギフトのお使いたくさん出しまして、で今ねお使いを受け取る前の段階となっております。それでこのお使いのバッジなんですけど、これのね実績が増える瞬間って、お使いに出すだけじゃダメで、お使いに出した上で受け取りをしないといけないんですよ。だからお使いにね今大量に出したんですけども、数字は一切伸びてないです。でこのねお使い、こちらをね受け取った段階でどんどんこの数字が蓄積されていきます。
はい、無事ねお使いメダル次のランクにね到達させることができました。それでこのメダルなんですけれども、次のランクがね結構すごいんですよね。1000を取ればこの 1,2,3 段階目になれるんですけど、次の4段階目になるにはなんとね3500、お使い3500回出さなきゃいけないんですね。これしんどいな、なかなか。ちなみにね、このお使い1000回でだいたい、この僕の場合ですとお使いで送ったピクミンの数は4800匹ですね。こうやって見るとすごいな。で、一番遠かったお使いが今この静岡の下田に行った時のお使いなんですけど、これね更新されます。北海道に今向かってるピクミンがいまして、その北海道に向かってるピクミンが帰ってきたらね、この記録大幅に更新するかなと思います。それではね、今回この辺で以上とさせていただきます。ありがとうございました。